はい、ナイユです。こんにちは。僕この僕の歌を聴いてくれてるメンバーやっぱり僕より年配の方が多いよね。若い子の歌を歌ってもあまり上がりません。回数がやっぱりクールファイブとか森進とか歌ってる方が上がるみたいです。そこだから今日次は久々に、そして神戸、クールファイブ内山と広志とクールファイブ来ます。クールファイブね。僕は小学校だったけど。神戸泣いてどうなるのか、捨てられた我が身が惨めになるだけ。神戸船の明かり映す濁り水の中に普通を投げ落とす。そして一つが終わり、そして一つが生まれ、夢の続き見せてくれる相手探すのよ。神戸呼んで帰る人か、傷ついた心が醜くなるだけ。神戸無理に足を運び目についた名もない花を踏みにじる。そして一つが終わり、そして一つが生まれ、誰かうまい嘘のつける相手探すのよ。誰かうさい嘘のつける相手探すのよ。内山ひろりとクールファイブでそして神戸でした。凪でした。いじらんやな。See you.